恐ろしい奴よ、キスケ。じゃがこの場を逃げおせたところで、命ある限り追われる身には変わらんぞ。抜けたが最後どうなるかは客も承知のはず。忍びの掟に一つの例外もない。もはや抜け人のキスケ。そりゃ俺のことか。もっと下手に動けば一斉に切りかかるぞ。逃げようと思うておるなら無駄なあがきよ。親方様が伊賀だけでなく各地の忍び衆へ手配された。どこへ行こうがもはや逃げ場はない。仲間を随分と切ってくれたものだ。これほど恐ろしい剣を使うとは。黒谷にいるときはついぞ気づかなんだぞ。そこやに隠れてるのもそのドクロ谷の連中とやらか。俺一人始末するのにご大層なことだ。裏で糸を引くのは誰じゃ。吐けば一息に命を絶つが、嫌と言うなら是非もない。殴り切りで楽には死ねぬぞ。何の話か皆目見当がつかねえな。知ってりゃ教えもできようが、覚えのないことは答えようがねえや。気がついた時には頭から過去がすっぽり抜け落ちて、てめえが誰かも分かりゃしねえ。俺がとぼけろって。そうやすやすと主人の名は明かさぬか。運も忍びの端くれちゃったな。記憶がないと言ったところで信じてもらえそうにもねえが、こっちも訳のわからねえままなぶり殺しはまっぴらごめんよ。是が非でもと言うんならこいつで黙らせるより他はねえ。さあかかってきやがれ。片っ端から死人の山だ。小アッパが大見栄を切り寄って、伊賀と黒谷大猿人軍の一人黒猿が相手じゃ。風車手裏剣を食らわせてくれる。Hey!
お侍様、事の始終を拝見させていただきました。その腕を見込んで、たってのお願いがございます。私めはゆずる葉と申す伏見の狐にございます。畜生の身でこうしてまかり出ましたのは、深い訳があってのこと。古くは稲荷明神が小梶宗近殿の相槌を務めましたように、我ら眷属ゆかりある刀工に力を貸しておりまする。されど我らの力のみでは請願成就相ならず、あなた様にすがる思いでこうしてお頼みする次第にございます。
我らが願いお聞き届けいただけましょうや。わざわざ綺麗どころに化けてのお膳立てだ。話ぐらいは聞いてやるぜ。俺に何をさせよってんだ。ただ刀を使うてやってくださいまし。そうしてその刀が取った魂をご所望いたしたく存じます。刃に燃え立つ魂魄の真意の炎だけが火事と鋼とを湧き立たせ、荒みの刃に命を吹き込むのです。特別の炎でなければ世に妖刀と言わしめる刀は打てぬのでございます。無勢と思いきや、まあ、あなたの腕には見とれました。伊賀忍者の次は伏見の化け狐か。次から次へと世話しねえ。もう何が出たって驚かねえよ。狐に鍛冶屋とかけてコンコンなんて落語のうちでもねえだろ。その狐頼りの鍛冶屋とやらは何者だ。青州の刀匠、千字村正殿にございます。徳川家に不吉と言われ、一度抜けば血を見るまで鞘に収まらねえっていう、あの村正か。室町の頃を生きられた村正殿にございますが、魂魄は現世に残り、今も刀を打っておいでなのです。おや、あなた様の持つ太刀は村正ではありませぬか。さすれば知っておいででしょう。村正は並ならぬ霊刀ゆえ、たとえ折れようとも鞘に収めれば容器を食らって元通りとなることを。てめえのことで何かわかるんじゃねえかと思って、これから伊賀ドクロ谷へ乗り込もうと考えたんだが、そうは言っても敵本陣に俺一人、心もとなく思ったところへ濡れ手に阿波の妖刀村正とはありがてえ。朝になって刀がぼっきれにすり替わったりしねえんなら、少々化かされたって話には乗るだろうぜ。それのみをただただ求め、技のさえついには視界に切れぬものなきほどに及ぶ。刀の出来たるや毛量奇人ばかりか、天神地味に至るまで刃を恐れてあだなすことを得ず、その威力申すに及ばぬ。され魔剣に光る猛州にて、なお有名の狭間に漂い、果てなく鋼を打ち続けるは朝からざりし強引かな。
Thank you.
やー怖い怖い。いえね、お化けが怖いんじゃねえんですよ。あっしはこの世の中でまんじゅうほど怖いもんはねえんですが、そう言うとみんなまんじゅうを山のように積んで意地悪をする。怖くてたまらねえもんで全部口に放り込んだら、うまいやら甘いやらでもう腹いっぱい。今はお茶が一番怖いですな。神の命とやらで封印らの結んだ結界が縦横無尽に張り巡らされ、あなた様といえど押し通ることはできますまい。封印を破りうるは技者の妖刀に他なりませぬ。しますが、和尚様を見かけませなんだか。私は一休といって近くの寺の者ですが、和尚様が毎夜何かに取り憑かれたように出かけられるのです。心配なので後をつけてきたのですが、この界隈で見失ってしまいました。うめえうめえ。これならいくらでも腹に入る。窓から土足で入っ、
て今すぐでっか。困ったお客さんやな。部屋まで乗り込まれたら売らんとは言えまへんがな。これは黒蜜などではなく武士というて猛毒でな。あの一休のことじゃ。毒というても何か失敗を言い訳に死のうと思って食べたなどと、とんちを働かせるに違いない。寺には置けぬでこうして預かってもろうておるのじゃ。頼む、皆には黙っておいてくれまいか。
こりといい塩梅に委ねたぜ。こりゃいい温泉だ。疲れも吹き飛んじまう。地獄も極楽もこの世にあるとはよく言ったもんだ。こいつは極楽に違いねえなあ、サルゾウ。の命とやらで封印らの結んだ結界が縦横無尽に張り巡らされ、
あなた様といえど押し通ることはできますまい。封印を破りうるは技者妖刀に他なりませぬ。Thank you.
Thank you.
このキスケは逃げも隠れもしねえ。手間暇省いて俺の方から来てやったぜ。大将はどこだ？出てきやがれ。裏切り者と呼ばわったそのわけ、じっくり聞かせてもらおうか。親方様がうぬなどに会われるはずがあろうや。ゲロ、調子に乗りよって。任務のためなら兄弟のように育った6人の仲間をも冷酷に切り捨てるキスケが裏切るとは思いもよらなんだ。未練たらしく腰にぶら下げた6つのドクロは後悔からだ。ウヌノを添えてドクロ7つ、野杖にでもうずめてくれよ。共に美濃へ向かったあの時とはまるで別人じゃ。一体何がお主をそこまで変えたというんじゃ。使命を覚えておらんのか。共になる神の塩に潜入したではないか。お主本当にキスケか。これはしたり。年葉もいかぬに並ならぬ腕前、されど所詮は忍びごときの芸当、柳生雪之丞の敵ではない。異様な殺気をまといやがる。こいつ相当にできる。柳生といや、まさか柳生新陰流の。このたわけめが己の雇い主の顔も忘れたか。今すぐに切り捨ててくれるわ。その太刀か。なんということをしてくれた。この暗夜城築城の折、人柱となった人質100人の怨霊、100年と100日を経て大ムカデとヘンズルを封じた結界ぞ。この異様な地鳴りこそ化粧となった怨霊の解き放たれた証拠に違いない。今に城の者すべてをたたろうぞ。そうとは知らず封を解いたが、俺のせいには違いねえ。放って逃げちゃ寝覚めが悪いぜ。
回戦でな。大向かでの怪異現れなどと人に話せば笑いありさ。あやつの現実に皆が騙されたならなおのこと。いい面の皮よ。下人風情と侮っておったが、なかなかどうして惜しいやつ。殺すのは役立ててからでも遅くはあるまい。たぶらかしおったな、キスケ。化け物などこの世におるものか。まんまと現実を食ろうだが、もう騙されぬぞ。おい、さっきの続きが聞きてえ。美濃で一体何があった？鳴神藩のひた隠す宝刀を奪いに行く使命じゃった。公儀は気に食わぬ小藩の落ち度を探し取り潰しておる。徳川に近畿の村政を隠しておれば理由に不足はない。お主はなぜかその刀を持って逃げようとしたんじゃ。怨霊を切り伏せたその構え、伊豆田甚九郎と同じ剣を使う者が他にもおったとは。その方を殺すのはちと惜しゅうなってきた。どうだ、キスケとやら、腕を試してみぬか。申し出を受けるなら伊賀の上人らに働きかけ、抜け人一匹赦免いたすように説得してやらぬでもないぞ。うさんくせえ話だが、突っぱねるのは早計か。このままじゃこの先どこへ行ってもおちおち道も歩けやしねえや。九段の鳴神で藩主鏡の娘虎姫が改易を不服として藩徒となって伊吹山に立てこもっておる。捕らえたいが姫に化け物がついたとの噂が立ち、少々手を焼いておる。その方なら化け物など物の数ではあるまい。伊吹山の鬼となりし鳴神の姫、公儀の手の者より早く召し取ってみせい。できれば晴れて自由の身じゃ。